元韓国代表監督のウリシュティ・リケ監督が中国プロサッカースーパーリーグのアマツヤス氏たちと1年契約延長に成功し、2019年も中国で指導者生活を続ける。アマツヤス氏たちは22日、公式ホームページを通じて、クラブはシュティ・リケ監督と1年再契約に合意したと発表した。 シュティーリケ監督は2017年シーズン半ば、降格圏だったアマツヤスたちの指揮官となり、残留させることに成功、1年契約を延長した。アマツヤスたちは、シュティーリケ監督は技術と戦術について素晴らしい姿を見せた。2019年もシュティーリケ監督指導の下、さらに発展した技術や戦術、 精神力が出ることを期待していると語った。シュティーリケ監督がアマツヤスシたちと再契約を結び、アマツケン,ケンのチェガンヒ監督と対決する可能性が高まった。